こんにちは、春風ツアーです。今回は中部セントレア空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発は9月です。中部空港を7時55分に出発いたしますと、イエローナイフへは同日の15時57分に到着いたします。日本国内では成田空港でのお乗り継ぎとなります。成田空港出発後はカナダのカルガリーに向かいます。ここで航空機を乗り換えてイエローナイフへと向かいます。航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます。9月はお休みもあって比較的混み合ってくるシーズンです。ご旅行の計画やご予約はお早めにされることをお勧めいたします。イエローナイフでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。今回は9月出発の中部セントレア空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。